はい、工房節の永田です。くさびと書いて節と呼びます。はい、東京ペンショーね、もう11月2日から始まります。前にも説明したんですけど、工房節のブースはちょっと特殊でございます。はい、東京ペンショーのねチケットさえあって中に入ってこれば必ず買えるというわけではなくって、ちょっとルール的なものがございますので説明していきます。その前に、ご質問があったものを、現金以外何か使えますか？支払い方法ですね。クレジットカード使えます。はい。あと電子マネーですね。交通系で、クイックペイ、ID、ペイペイと使えますので、よろしくお願いいたします。現金の方、大歓迎でございます。現金の方は、10円単位は切り捨てとなります。で、100円から400円までは切り捨て。で、600円から900円までは500円になるっていう形ですね。まあ、これはある程度の金額のものに適用がされます。うん。なので、まあ、たくさん買っていただけると、現金の場合はお得になる。まあ、特に10万円以上の場合ですね。10万円以上の場合はちょっとサービスがありますので、現金の場合特に。で、クレジットカード、デビットカード、まあこういう支払い系のやつでも10万を超えますと多少サービスさせていただきます。それ以下の場合はクレジットカード、こういう交通系とかね、電子マネーでお支払いする場合はもう消費税ついてもそのままの金額というふうにさせていただきます。これはすべてのイベント公募設にね、お支払いのイベントはそうです。ただお店のイベントは全く違いますので、はい、関係ありませんのでよろしくお願いします。もうこんなことするのは工房節がね、直接売って現金細かいのをね持っていくのがめんどくさいからっていうだけの理由ですので、よろしくお願いいたします。はい、工房節のブースはですね、5階です。5階ね、5階の一番奥です。入り口こっちの方で、はい、出口こっちですね、一番奥です。はい、整理券工房節のブースの前で、はい、一応僕が配る予定でしております。はい、僕が、もしくは、まあ、ちょっと、時間が経ってしまって、30分後、1時間後、もう中でお客さんが見てる場合はね、僕中入っちゃうので、はい、オレンジエプロンをしたスタッフの方が、整理券お渡しします。で、整理券なくさないように。で、この時間帯が書いてあります。この時間帯が観覧時間となりますので、よろしくお願いいたします。で、中でね、商品選んでもらうんですけど、一番最初の人、はい、2日目、3日目は9時45分が一番最初かな。で、2日目は多分13時45分いけると思うんですけども、はい、ここの時間の人はですね、あ、違うか、13時からか、15分の人か。一番最初の8人ぐらいの方はもうすぐ、もらったらすぐトレイと一緒に渡すので見てください。はい。で、次の時間帯の方たちですね。はい。大体ここの時間の5分前ぐらいに、前に集まってください。で、タイマー用意してピッ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 ってなったら、入れ替えとなります。で、中で選んで出すとね、はい。このカード、整理券のカードと商品選んだものと一緒に僕に渡してください。僕に渡した後、お会計がね、僕のブースの中の一番壁寄りになりますので、こっちの壁寄りに並んでください。はい。多分奥がお会計になると思うので、まあ順番に並んでいただいて、まあこちらの大橋堂さんとかね、ブースに、迷惑ならないように並んでいただければなと。で、こっちの方にいて、そう、この辺にたむろしてしまうと、はい、次の方が見にくいので、はい、一回こっちの壁際にね、寄ってください。ちょっと当日ね、うまく動画、写真等を撮れるかどうか分かりませんけど、まあ、イメージ的にそういう風になりますので、よろしくお願いいたします。次の方のね、邪魔にならないようにお願いします。で、渡してもらったらね、ここに、札、番号の札を、僕はここにつけます。そしてお客様には、それと同じ番号のね、小判型のね、青いね、番号を書いたやつ、札を渡しますので、その札を呼ばれたら、何番の方って言われたらお会計に行きます。
お願いいたします。でお会計の方にねその札を渡してください。そしてですねメンテナンスオイル、メンテナンスオイルと 0.5 ミリ固定式口金、あとなんだろうな消しゴム、消しゴムとクリップはお会計の横に置いておきます。なので余裕がある場合はねこのトレーに入れてもらって結構なんですけども、余裕がない場合このお会計がやってお会計来る前にね何個いるか自分で取ってもらって会計するときにここ金額書いておきます。僕がねペンので、ここに電卓でお会計のスタッフがしている最中に渡してこれもお願いしますって言っていただければプラスアルファで書いてもらって計算できますので、その辺ちょっとうまくやってください。ただ僕のブースの方にねあるのがルーチェペンのカスタムパーツですね。はい、あとトレチェルのパーツとかは僕の方にあると思いますので、僕にお声掛けしてください。そしたら前もってお渡しして、このトレイのところに一緒に入れてください。でトレチェーレとグラッソのねメカ交換の場合はその場でいたしますので、僕並びにちょっとスタッフね、ちょっとなどういう風になるか分かりませんけど、まあ僕がスタッフに言っていただいたらその場で交換しますので、はい、お会計終わった後ではございません。で神経交換ね、ペンシルを買ってもらって、神経交換はこちらに机があって、まあ入り口スタッフいると思うので、まあここの辺で入り口のね受付スタッフの方が交換していただけます。なので2ミリに変えたいとか 0.3 ミリに変えたいとかっていうのはお会計が終わって荷物を持って入り口のねスタッフの方に行って、神経交換したいんですけどお願いしますって言っていただければ、そちらの方で交換します。はい。でですねメカグラッソのメカがね多機能ペンなんですけど、3色ボールペンにしたやつがこの間の名古屋のイベントからね出ております。はい。まだベースさんとかではね販売できません。売ってくださいっていう連絡が来るんですけど、まだ全然数がないんですよ。なのでイベントの方前提です。はい。で基本的に1人1本なんですけど、3本以上買った場合は2本まで。うん。1人マックス2本ですね。うん。なんでかっていうと、少しだけ来ました。30本ほどね、加藤さんから今日来ましたので、はい。持っていきます。なので、3本以上買ってくれた場合、2つまで交換 OK。もしくは2つ買ってもらう。1個交換で1個買うっていうのも OK です。買う場合は2500円となります。これだけ買いに来るっていうのは、別に構いませんが、整理券取ってください。整理券の方のみとさせていただきます。整理券を持ってる方のみね。整理券なしで、ここで買いたいですっていうのはちょっとダメです。はい。グラストのこのメカに関してはね。はい。ただ、固定式口がね、メンテナンスオイルと、ペンシルのメカに関しては、スタッフに言ってください。そしたらそれだけのお会計はできるように頑張ります。はい。なので、その辺は、ある程度臨機応変に行きたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい。まあ、入り口はこっちのテレコさん側の予定ですね。で、まあ、こちらの前に5分前ぐらいに集まってくださいってことで、整理券はブースの前でね、僕が配りますということ。はい。お会計の件、大丈夫ですかね。うん。はい。で、まあ、お会計、30分経って入れ替わるときね、この中で、たむろってしまうと次の方が見れなくなるので、ね、はい、端っこにね素早く寄ってください。夜前に必ず僕にこれを渡してくださいね。そして最後に東京ペンショーからね、はい、注意事項が来ております。ライブコマーズですね。はい、動画を撮りながら注文を聞くとかね、そういうことはおやめください。僕のブースに関してただ単に動画を撮るっていうのもダメです。写真撮影構いません。なら撮る前に必ずお声をかけてください。お声をかけると周りのお客様にも聞こえます。そうすると多分ね、写真撮るんだったらって手を引いてくれたりとかしますので、必ずお声掛けをしてください。もう勝手にパシャパシャって撮るのはちょっとやめてください。たとえあとは静止画であってもお客様の顔等が映ることはやめてください。
実際過去はありました。完全にお客さんの顔、もしくは僕、もしくはスタッフの顔をね、映している人がいました。もう完全に出禁です。はい。僕のイベントに絶対来るなっていうふうに強く言っております。はい。もうそういうことをしないでください。そう、許可を取ればいいんですけどね、隠れたように撮ってるっていうことはね、許せない。まあそういうことはもう絶対やめてくださいね。で、別にじゃあ、作品を撮りたい前に、全然 OK です。声かけていただければ、全然 OK を出します。断ることはありません。ただ勝手に撮ってしまうと、ちょっとね、周りのお客様を含めて、あと、他の作家さんとかもね、勝手に撮られるの嫌な方ってすごい多いんですよね。やっぱ許可を取って、やってください。まあ僕は動画とかもいろいろ撮ってるんですけどね。まあ、ある程度ああいうのは出店者同士でね、ある程度あるんですよ。まあなので、まあ、そういった場合も含めて、まあでもだいぶ緩くなりましたよね。こうやってカメラで撮ったりするの。でもやっぱりちょっと周りのお客様、スタッフとかだけだったの時はね、まあ別にいいんですけれども、やっぱり周りのお客様に迷惑かけるのが困りますので、すいませんが、よろしくお願いいたします。はい。ではでは、東京ペンションね、皆さん、もう、こんだけでもいっぱいありますよね。もう、これの4倍、8倍ぐらいあるのかな。すごいいろんな方が出てらっしゃいます。みんな楽しみましょう。はい。僕も楽しみたいと思います。では、皆さん、東京インターナショナルペンション、楽しんでください。よろしくお願いします。